ちょっと出してみまーす。おー、見て、チュルンチュルン、ちょっと。わー、今流行っている透明プリン見つけましたー。イエーイ。見て、すっごい透明、わかるかな。え、これ本当にプリン？ということで、開けていきたいと思います。もうすごい水みたいな感じなんだよね。じゃあ、これ絡めるかな。で、え、もう見て、え、これゼリーっぽくない？みたいな。ちょっと出してみます。え、見て、もうね、わかるかな、本当に何回も言うけど、本当に水みたいなの。香りが本当にプリンなの。すごい香りするんだけど。え、ちょっと出してみまーす。おー、見て、チュルンチュルン、プルプル。ほら、見て。え、わかる？これ。もうこれ本当プリンじゃないよね。じゃあ、こんな感じです。プルンプルン。では、食べてみたいと思います。あ、あとカラメル、カラメル。これカラメルだよね、多分。カラメルまで透明？ちょっとカラコーンを想像したんだけど。え？カラメルまで透明？ほんと全部透明。すごいんだけど。で、食べてみます。おー、もうプリンじゃないんで、ツルツル。おー。え、ほんとにプリンなんだけど。え、ほんとに、あのカラメルとプリン、あれある、あの、プリンの感じある。じゃあ、ほんとにあのプリンの味なの。あれ、めっちゃ欲しい。え、めっちゃ美味しいでーす。ファミマで売ってるので、皆さんぜひチェックしてねー。バイバーイ。